クレイマンクレイマン続きをやっていきます。前回は穴に自ら飛び込みまして、さながら飛び降り自殺のようなそういうエンディングを迎えてしまいました。上かな。いや、登る時の速さ。はい、ヒント屋さんです。ここラジオのスイッチはドアから一番目の吊り輪。えっ、了解。ラジオはあれか、湖の底にあった家の中のラジオか。ドアから一番目、これだね。いいんだよね、これでラジオが鳴るんでしょうか。お、ラジオがついてる。で、操作ができるようになるのかな。矢印？あ、そうやって受信してるんですね。結構回る。今なんか、これでいいじゃん。なんか家の中明るくなってるか。これは？外に出らんないんだよね、そもそも。ただここちょっと扉が少しずつ開いてきてるような気のせい。おお、めちゃめちゃええ子。ここ開くんじゃねえかな、ダイヤル回したら。お、開いてる。すっごく暗いよ。窓からの景色、下のこの明るいところとかいけねえか。これはいじれないか。いじれないね。このでっかい水色は何でしょうか。まあ、電源ボタンっぽいよね、これが。適当に押したけど、全部赤とかにすりゃいいのかな。これちょっと謎が全然解けない。あ、なんかあるじゃん、ここに紐がさ。明かりをつけるのかな。え、あ、え、あ、待って待って待って、ボビーって書いてあるな。あー、すげえ。これでこう角度がついてるんだ。あ、これ上に行けんの、もしかして。上に行けんのかよ、これ。なんだよ。なんか正解っぽいよ。すげえ高く上がってる、これは。
楽しい楽しい。謎のゴールだな、おい。写真。いや別に何も触れるものねえわ。なんかある。大砲の記念碑。この大砲はホボックによりここに設置って書いてあるけど、それがバッテンされてクロックに変わってるね。ホボックはこの世界のこの世界を作った人だよね。クロック。ああ、真上にあるのがこれが大砲か。ラジオ。別にラジオ触れないしな。この曲に合わせなさいよっていうことか。家の中にあるラジオをこの曲に合わせればいいよっていうことか。このゲーム少し進んだらまた難しい謎に直面しちゃうな。ノーヒントじゃクリア難しいよ。ボビーのダイヤモンドの色の、あ、ボビーはダイヤモンドの色のイニシャル、あ、イニシャル、これをイニシャルって呼んじゃうな。もうちょっとイニシャル D の影響を受けちゃって、頭文字っすねこれは。ダイヤモンドの色の頭文字だよ。ボビー、ブルー、O がつく色ってある？O から始まる。オレンジってことか。ブルー、オレンジ、ブルー、ブルー、イエロー。へえ、わかりました。では次回ボビーの色合わせからやりたいと思います。今回はこの辺りにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。それじゃあ、さようなら。バイバイ。